時刻は夜8時半になりました。ポルカしずくの刈り上げラボ、パーソナリティのポルカドットスティングレイのしずくです。昨日一巻の終わりツアーの名古屋公演が終わったらしいんですけど、収録している今はツアー前なんですよね。そうなんです。なんならもうゲネ前ツアーの、だからもう何もやってない時に収録してるんですけど、なんでちょっと名古屋公演のこと予想で喋ろうかなとか思ったんですけど、予想っていうかね、一個確定の要素があるんで予言していいですか。名古屋のやつら今回も多分三つやす言ってると思う。三つやすみたいなアンコールが感じだと思います。なんかうちのドラムの三つやす、名古屋だけで謎に大人気なの。何、佐賀出身なのに。ポルカドット・スティングレイ、ポルカしずくの刈り上げラボ、イエーイ。改めましてこんばんは、ポルカドット・スティングレイボーカルギターのしずくです。自己肯定感超爆上げをキーワードに、平成生まれのポジティブギャル私しずくのハイテンショントークでお届けするここからの30分、よろしくお願いします。番組公式ツイッターはkrige795、刈り上げ795、実況ツイッターのハッシュタグはハッシュタグ刈り上げラボでお願いします。早速メッセージ1通紹介していきたいと思います。ラジオネームパッチオ、手が器用になるにはどうしたらいいですか、不器用すぎて困っていますっていうのをいただいたんですけど、私もわかる。なんかね、器用になるのって無理じゃない、わかんないけど私さ、上出来の MV の時にネイルチップをさ自分で作ったんやけどさ、ネイルチップってさバリ難しいやん。しかもさ、私爪がさ結構ちっちゃい、幅がさ結構ちっちゃめなのかな、だからその細いところにさ結構でかいパーツを乗せようとしてて、もうううって乗せてさ、こうボロンって落ちるんやけどね、それがイライラしてさ、もうおめでの器用さスキルがもうかすすぎて、あもうやめたネイルチップってなって不採用にしましたね。本当イライラする手先のこうあれがね。ちなみに1日前の11月23日放送日からしたら、昨日はゲームの日ですね。これしずくさんが気になってるゲームはって書いてあるんですけど、やっぱモンハンワイルズかな。先日開催されていたオープンベータテストもちろんやったんですけど、リリース自体はね来年なんですけど、ベータテストやりました。今回キャラクタークリエイトが、非常に細部までいじれる好きなキャラクターが作れますよっていう感じになっておりまして、私キャラクリそんなに得意じゃないっていうか、あんまりこだわるタイプでもないんですけど、さすがにちょっとこうちゃんとしっかりめの老人が作れるようになっていましたので、よりね、なんで私がなりたいかっこいいババアをイメージしてね、キャラクリして、でもむっちゃかっこいいの、もうねむっちゃかっこいいババアがスリンガーとかでパーンってなんか弾みたいなの出してて、むっちゃかっこいいムービーが全部、うわかっこいいと思って、なりてー、こんなバグイケお姉様になりたいなって思いましたね。ちなみによく聞かれるんですけど、モンハンの私の武器は弓です。でワイルズからサブ武器っていうシステムが導入されているので、まあちょっと笛かなサブ武器笛かな、弓と笛でしばらくやってみようかなと思ってます。ということで今夜も30分一緒に楽しんでいきましょう。それではここで1曲お届けしたいと思います。ポルカドットスティングレイでゴーストダイブ。
私もうねゲームの話今しましたんで、ちょっとポケモンがね非常に大好き、みんな知ってると思うけどポケモン大好きで、一番好きなポケモンミミッキュなんですけど、推しのミミッキュを見に先日ハロウィンシーズンの USJ に行ったんですけど、まあ持ち前の運の悪さで大雨となっておりまして、もうねガチで大雨だったので、ねあのポケモンたちもさ大雨だったらグリーティングとかさショーとか出てこれないから、あの普通にめっちゃ中止になってショーとかが、でもう東京に帰んなきゃいけない最後のチャンスだっていうタイミングでやっと雨が止んでくれて、あのミミッキュがねショーに出てくれたんで、まあ遠かったけど前方のさ席を金払って取るやつの、私がチケットそれで取ってた枠が雨で中止になったから私後ろでしか見れなかったんだけど、もうミミッキュちっちゃいミミッキュが出てきた時バリ号泣ミミッキューって言って、ちょっとみんなこっち見てた、バリでかい音楽かかっとんのに私の声でかすぎてみんな結構こっち見てたんだけどっていうぐらいでかい声出して、もうねショー終わる時は行かないでミミッキューって言ってね号泣しましたね。お届けした曲はポルカドットスティングレイでゴーストダイブでした。ポルカしずくの刈り上げラボ、かわいいFM ラック5ポルカしずくの刈り上げラボ、妖怪物なくなりのポルカドットスティングレイしずくがお届けしていますね。西の刈り上げ妖怪でもあるんですけど、あすごいゴーストダイブからのさこのお化けからの流れ良くない、このコーナーに行くのね。あまた読み方の指定してある、ここからはこのコーナーです。あなたのすぐそばにいるよ、身の回りの妖怪大報告会びっくりした自分の声で、自分の声でびっくりするんだよね、歌ってる時とかもそうなんだけど、あなたの身の回りで起こるちょっとしたハプニング現象はきっと妖怪のせい、妖怪のせいとなっておりますね。ということでリスナーの皆さんから届いた妖怪報告メッセージを紹介するコーナーですね。このコーナーねちょうどいいんだよね、前回ねあのこのやった時もすごいちょうどいいこうふわっとした楽しい感じになったので、もう一回やっていきたいと思います。しずくさんはこの妖怪物なくなり物忘れ妖怪ですが、最近物忘れしてるかいって台本に書いてあるんですけど、なんか物忘れしてると思うんだけど忘れたそれをえぐいんだよねえ傘、あえ私がささみちゃんに傘、え嘘何の傘やばい、あやばい、え なんだろうその傘やばすぎるなんかね傘ね増えたり減ったりするんだよねめっちゃね。ラジオネームベランダに住むゴーストポケモンからいただきました妖怪ファイルナンバーワン、物欲センサー妖怪これねあのあれだね、この補足で書いてあるけど、ガチャやくじなどでこれ欲しいと思ったものは大体当たらない現象あるじゃないですか、あれ裏で操作されてますよねってやつ、あのねまさにモンハンやってる時の物欲センサーって呼ばれるやつ、このモンハンにマジであるって言われてる、まあないんだけどあるって言われてるやつですね。あのモンハンのさやってる人わかると思うけど、バルハザク、私ねワールドのねバルハザクでの屍で新宿区作れるぐらい倒しましたからね。続きましてラジオネーム二重アットハンナギ黒猫団からいただきました妖怪ファイルナンバー2、妖怪物ずらしこれゴミ箱にゴミを捨てるとき真上から入れてるつもりでも上手に捨てられないときがあります、これって妖怪が物をこっそりずらしてるんですよねって書いてあるんですけど、でもまあそのゴミ箱をずらしてくれてるだけ可愛いもんですよね、その椅子とかでさやられたら大変なことになるじゃん結構怪我とかね、だから優しいと思いますそれは。続きましてラジオネームお味噌汁からいただきました妖怪ファイルナンバー3、妖怪コード絡ませ妖怪コード隠しそのまま使ってほしいこれは、ね、これは私これ一番共感できるんですけど、なんかねこのコード類が綺麗に束ねたつもりなのにぐちゃぐちゃになってるの妖怪の仕業、あと
あのマイクロ USB を探しているのにタイプ C しか見つからなかったりとかするのも妖怪の仕業って書いてある。そうこれわかる。なんかねそうはならんやろっていう絡まり方してんだよね。私ねさっきあのガジェットのポーチ開けたら全然あの1本持ち上げたつもりが8本ぐらい出てくるみたいな感じになってたんですけど、あとライトニング探してるのにタイプ C が3本見つかるありますね。続きまして、ラジオネームお雑煮からいただきました。妖怪ファイルナンバー4、妖怪財布の紐ちぎり。これ名前がいい。これ限定の2文字を見てしまうと気づいたら参上、購入ボタンポチリ、ライブのグッズを買うときに現れたらさあ大変、思ってる3倍のグッズが手元にって書いてありますね。まあしかしうちのグッズは後悔させませんけどねちょっと待ってやばいやばい、全然喋らなかった。ラジオネーム太陽は西から昇るからいただきました。妖怪ファイルナンバー5、地図牛印これね、このGoogleマップ使ってたのに妖怪地図牛印のせいで道に迷いましたって、このグーンってなるやつね、急にね、すごいわかるけど、なんかね名前が好き。このワードセンス、この妖怪とかも書いてないしね、地図牛印って書いてある、これが好きですね。以上ですね。これ今日もこのちょうどいいコーナーだったなと思ったんですけど、このしずくさんも最近妖怪に出会いましたかって台本に書いてあるんだけど、うちの猫のビビがね、あの妖怪暗闇怖がりなんだよね。もう可愛いんだよね。なんか猫なのにさ、私があの仕事行くときにビビ行ってくるねとかって、あの超ダダこねられながら玄関で転げ回られながら行ってくるねって言って、お家を出たときにあの帰りが遅くなるときにそれを予想して電気つけていくんだけど、いつもあのねつけ忘れてる時がたまにあって、ガチャってただいまって帰ったらビビがね真っ暗な中からうわーって言いながら玄関に走ってきて、すっごい怒られるの。真っ暗だった時になんか怖いみたいで、すっごい怒られる。いつも帰ったら怒られるんだけど、暗い時特に怒られて、でもなんか猫って見えるんだよね暗闇でもね。何が怖いんだろうすごい怒られるんだよね。以上、身の回りの妖怪大報告会でした。ではここでもう一曲お届けしましょう。こうお化け妖怪できたんで次悪魔いきたいと思います。あ、うちのギターの江島春氏のことではなく、あのね、そういうタイアップの意味合いで言ってます。それでは聞いてください。ポルカドットスティングレイでブラックボックス。ブラックボックス、太陽沈んじゃった僕の全て、最後かもよ踊りませんか。わからされる緊急事態の日、ここでポルカドットスティングレイからのお知らせに行きたいと思います。ポルカドットスティングレイ2024一巻の終わりツアーは半分まで終わったとこか今なんで、次は11月30日の福岡公演となっておりますね。そしてその後12月7日にツアーファイナル大阪公演があります。お待ちしてます皆さん、来たいよって人ね、ぜひお待ちしてます。そして、年末カウントダウンジャパン24-25は12月29日に出ますね。私も12月29もね、なんか昨日仕込みやった時に全然文字打てんくて、すごい打ち直した。19日とかにもなってすごい打ち直した。ポルカ VS お世話になった先輩を殴りに行くツアー追加公演が来年の1月29日水曜日に Spotify オーイーストで VS カナブーンとなっております。カナブーンとツーマンですね。であとちなみに2月に美味しくるメロンパンに呼ばれて福岡ドラムロゴスでツーマンやるんですけど、私は美味しくるメロンパンをうちのファンクラブに全員入れようと思ってて、なんかそれをずーっと言ってたら、この間中島くんが怖いって言ってた私のことなんかツイッターでずっと本気で FC に入れようとしてきて怖いんだよなみたいな
だと言ってたけど絶対入れます。詳しい情報はポルカドットスティングレイの公式サイトをご確認ください。あ、お届けした曲はポルカドットスティングレイでブラックと曲締め見えてなかった。次のメッセージばっか見てた。ポルカドットスティングレイの雫をお届けしている FM ラック5ポルカ雫の刈り上げラボ、すごいいっぱいもらってるんだよメッセージを。本当いつもみんなありがとう。 あんまちょっとしか読めないけど全部見てるからね。ラジオネームパピコ愛好家からいただきました。しずくさんこんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオを拝聴しております。ありがとうございます。私はポルカのファンなんですが、ファンレターを送る勇気がありません。私なんかが手紙を送ったとて嬉しいのかと思ってしまい書けなくなっちゃいます。かわいい。そこで今まで送ったファンレターでこんなの嬉しかった面白かったっていうのがあったら教えていただきたいです。手紙を送る勇気をくださると一ファンは嬉しいですっていうね、かわいらしいメッセージをいただいたんですけれども、いや嬉しいよ全部。もう私ねファンレターマジ本当にちゃんとしっかり丁寧に読んでいるので、でねちゃんと全部家に保存してあります。大切にね。ありがとうございます。で印象に残ったやつで言うと、やっぱちびっこからのね手紙かな。あのね、たまにいただくんだけど、あのちびっこのさ文字でさなんか小学生の女の子がこうビビとかってさ絵描いて一生懸命文章も書いてくれてたんだけど、前トマトを育ててますって書いてたやつが可愛すぎて、あトマト育ててんだみたいなやつが忘れられない。もうあの字とかもめっちゃ可愛いの。なんかねトマト育ててますみたいな、かわいい子供のやつで、ね、いつも可愛いってなっちゃうんだよね。もうほんとね、あのファンレター何でも嬉しいので、あの誹謗中傷やだよ、それ以外は何でも嬉しいのでよろしくお願いします。ユニバーサルシグマ宛てにいただけるとありがたいです。続きましてラジオネーム敬老のヒヒからいただきました。しずくさんはじめまして。こんばんは。こんばんは。ポルカドットスティングレイを好きになった早数年、この前の夜の本気ダンスのライブで初めてポルカを見るためにドイツから参戦したものです。すごい。ずっと聴いていたバンドが目の前にいるのが感動でした。生のしずくさんもやっぱり可愛かったです。そうだよね。そんな自分ですが、しずくさんとは違い自己肯定感が低いです。自信は持てないし、自分の見た目も好きにはなれないし、そういう自分が嫌になります。どうすれば爆上げでいけるかアドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますっていうメッセージをいただいたんですけれども、なんかその自分の見た目が好きじゃないのであればもう好きな見た目にしたらいいじゃんって思っちゃうんだけど、どうなのかな。まあ仕事によってね、そのこうね見た目を変えられる範囲っていうのはちょっと制限があったりするかもしれないですけど、でもなんかできる範囲でね、なんか自分磨きをたくさんしてみるとちょっと自分のこと好きってなるかもしれないなって経験的にね思いますけどね。うん、なんか自分の好きな自分になれる努力みたいなのはすごいおすすめです。まあ、もしかしたらもうされてるかもしれないんだけど、なんかね別の手段を探してみるとかね、今日はスキンケア頑張ってみようみたいな感じのねやってみてね、まだ若いしねおすすめです。続きましてラジオネーム四畳半すすり泣き色黒おじさんさんからいただきました。しずくさんこんばんは。こんばんは。ラジオ再開嬉しいです。語りが面白くてついニヤニヤしながら聞いてます。ありがとうございます。カナブーンとの対バン抽選申し込みました。カナブーンは中学時代に、ポルカは高校時代にドハマりしてずっと聞いてますわけ。男子校に通っていた僕の青春を彩ったバンド同士の対バン、どうか当たってくれということで、しずくさんが学生時代にハマったバンドぜひ教えてくださいっていうメッセージをいただいたんですけど、まあそんなに音楽を大好きでたくさん聴いてるっていうタイプではなかったので、学生時代私おそらく、まあしかしながら俺たちのオレンジレンジではありますよね。世代としてやっぱ俺たちのオレンジレンジ、俺たちの大塚愛さんみたいな世代じゃないですか我々。でもあゆとか、やっぱあゆとか高田久美さんとかもめっちゃ聴いてた。かっこいいんだよね。かっこいい、ほんとかっこいいよね。もう
ギャルのね、ギャルの神様みたいな人たちですからね。続きましてラジオネームカステラおかわりからいただきました。しずくさんこんばんは。こんばんは。またしずくさんのパーソナリティのラジオが始まって本当に嬉しいです。やった。特に楽曲セッションデータ解説ラボ、こんなコーナー待ってたと聞いていてとてもワクワクしました。ライブの前後で聞き込んで今まで聞こえてなかった音が認識できるようになった時のあの感じをしずくさんの解説とともに味わえるのが最高です。これからも続けてほしい。あれだ、これ田中さんの補足だ。シャープに、これ第2回放送でやったので、第2回放送の回をまだ聞いてない方は、うちの YouTube とかポッドキャストのアーカイブでぜひ聞いてみてください。そう、この楽曲のねセッションデータ解説ラボ、ご好評をいただいておりますので、まあ新曲ね、これね、もうすぐ出せるんじゃない、もう新曲もうすぐ出せるんじゃないかなと思ってるので、まあ、そのもうすぐ出すかなみたいな新曲がおそらく、まあ、ボーカルデータが信じられないぐらい入っているので、また解説ラボやったら楽しいんじゃないかなと思ってます。やるか、その時はまたリリースしたらやりますか。続きましてラジオネームキリンさんが好きです。でも三谷さんはもっと好きです。珍しい、みんなキリンさんの方が好きだもんね。さんからいただきました。しずくさんこんばんは。こんばんは。任天堂さんがまたやってくれました。任天堂ミュージック良すぎませんか。作業中の BGM などに大活躍です。しずくさんもゲームミュージックがお好きですよね。好きだよ。任天堂のゲームミュージックの中でどれがお気に入りかぜひ教えてくださいっていうメッセージをいただいたんですけど、これね、あの任天堂が音楽配信アプリをついに出したんですよね。任天堂は固くなにサブスクやんないじゃんみたいな、絶対作ってんじゃん自社でみたいな感じだったんだけど、ついにリリースされまして、でまだそのね入ってる作品が限られてるではあるんですけど、ゲームタイトルがね限られてるんですけど、まあ、みんなが検索してすぐ出てくるであろうやつで言うと、スプラトゥーン初代の塩辛節、これはみんな大好きかもしれない。さすがに私が言わなくてもみんな大好きかも。でもね、その任天堂ミュージックのアプリではまだスプラトゥーンは3の音源しか配信されてないのかな、多分なんですけど、ちょっと初代のね塩辛節、私ね意外とあおりちゃん派なんですけど、いやホタルちゃんがさ博多弁だから、でなんかまあ見た目も若干通じるところがあるからホタルちゃん派と思われるかもしれませんが、あおりちゃんが好きです。でちょっとこれみんな頑張って見つけてほしい音源ですけど、ゼルダの伝説風のタクトの中ボス戦、トゥン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 トゥルルトゥントゥってやつね。あれねマジで好き、あれ相当かっこいい、爆上げだよ、もうやばい、あれ中ボス戦始まる、あれやばいんだよね、なんかさあれめっちゃ喋りそうなモードになっちゃった。やばいよ、あの魔獣とのさ、ちょっと今度時間がいっぱいあるときに話すね。メッセージありがとうございました。刈り上げラボ、スナックほかみ、いらっしゃい。しっとりほかほかのお姉さんことほかみです。えすぎ。もうすぐ11月が終わるわね。今年もあと1ヶ月しかないんだけど、あのね、ほかみさんが今年中にやらないといけないことはあってね、スタッフが書いてるの、台本にね田中が書いてるんだけど、ほかみが今年中にやらなきゃいけないのは、まあ、確定申告の準備のね。ほかみも経営者だから、あの個人事業主だから確定申告はやらなきゃいけないんだけど、なんかレシートとか取ってあるやつとかなくしていってる。まずいわね。ラジオネーム腹筋板チョコバレンタイン、バーテンダーさんがグラスをシュッて滑らせるやつ、ほかみさんは何百メートルまでできますか、ですって。ほかみはね、調子まあまあいい時で12キロ。これも今注いだから12キロ先まで滑らせていくわよ。あと
ちょっともう一つ読みたいんだけど、ラジオネーム青空缶詰の常に寝不足です、どうしたら夜ぐっすりと眠れますかっていうメッセージが来てるんだけど、それよりも誕生日が10月15日ってなってて、一緒じゃない、ちょっと待って、これ私と一緒じゃない、ちょっともう渋く出てきちゃったこれ、ちょこれね他見に来てたんだけど、これ私と一緒じゃないってなってね、これ読みたくなっちゃった時間が混ざっていってるので、ちょっと他見さんの設定資料を書きます、そろそろね。私の見た目で他見さんの喋りをしている映像とかを世に出してないんですよ。そういうこだわりはあります、一応分けてるこだわりはあるのに。ほるかしずくの刈り上げラボ、金座線ナックの狂犬ポルカドットスティングレイのしずくがお届けしている FM ナック5ポルカしずくの刈り上げラボ、お別れのお時間となってしまいました。さあ、この刈り上げラボはポッドキャストやポルカドットスティングレイ公式 YouTube でも聞くことができます。そして今日の感想はってね、台本に書いてあるんだけど、ないって書いてある、これさ、いやあのね、先週分と今週分をね、うちの番組2回ずつ収録してるから同じ日にさ収録してますので、だからその収録日の前日結構夜中にね朦朧としながら仕込んだみたいな感じになってますんで、今回の分のねやつも、だからもうわざわざ赤文字でない、もうこのあと一切何にも書いてない寝たんだねここで。それではラストはこのコーナーとなっております、しずくの超爆上げ変換。日曜の夜、明日から仕事に学校にというネガティブリスナーさんのね、ぼやきを超爆上げポジティブに変えて番組を終えましょうというありがたいコーナーです。今夜は、あ、これね、さっきねメッセージのとこでも読ませていただいた子なんだけど、これはねぜひちょっとこれも読みたいから読ませていただきます。ラジオネームパピコ愛好家からのぼやき、完璧主義だから自分を責めちゃって辛すぎるよ。仕方ないねそれはね。なんかその完璧主義なせいで何でも完璧にできないと自分を責めちゃうし、なんでできなかったんだろうってめっちゃ考えちゃって苦しいと書いてありますね。助けてほしいって書いてあります。わかる、わかりすぎる。なんかさ、これってもう何でもできる自分になるしか自己肯定感を上げる術がないんですよね。これめちゃめちゃわかります。ただまだあのすごい若い子だからさあれだけど、その将来自分で環境を選べるようになったら変わるかもしれないなとは思うし、あとその完璧主義だからなんとか完璧になろうとしてすごい頑張るわけじゃない。で今頑張ってることは自分にとって絶対プラスになってるし、その分その自分がさ完璧じゃないといけない苦しいっていう気持ちを知ってるから人にも優しくできると思いますよ。ちゃんとしたアドバイスしちゃった。悲しいことがあっただろう、でも今日の晩御飯はカニだカニねカニこれね、あの悲しいカニっていうワブデータですということで、ポルカしずくの刈り上げラボ、ここまでのお相手はポルカドットスティングレイのしずくでした。そろそろゆくに追加素材400個取ってもらうか。ダメかな、正直儲かったお利口さんが何なんだ。